ギボ先生2。ギボ先生ご覧の皆さん、はいはい。さあ、ギボ、先生の幽霊力学ギボレール、今週は坪川駅に行ってきました。今日もあの曲が鳴っておりました。スタート。はい、ギボレール今日は、坪川駅ですね。まあ、那覇マラソンなんかでね、ここスタートになってますけど、大野山公園駅か坪川駅に来て、まあ、降りる方が多いですね。このね、通り、僕も那覇マラソン出たことありますけど、その時はもう人でいっぱいになってます。そんな坪川駅、今日はギボレールしちゃいたいと思います。行ってみましょう。じゃあ次の、旭橋駅に向かって出発。やはりこれも沖縄のね、伝統的な芸能。坪川駅の駅メロは東進通りでしたね。まあ、東進通りはね、もう沖縄音楽室、沖縄の人も聞いたことあるかと思いますが、まあ、知らない方のために説明しますと、まあ、沖縄のもうそのフィナーレの踊りソング、ダンスソングですね。もうその僕がやってるね、そのライブとか、まあ、その民謡酒場のライブとかでも必ずこうエンディングでみんなで踊るのがこの曲、これが坪川駅で流れておりました。東進通りと言いますが、東線ですね、からの船、昔沖縄は中国と貿易を、ね、盛んにしてましたけども、その船が来たという、歌詞から始まったりします。東進通りの東線というのはそういうね、中国の船のことですね。ぜひね、東進通り沖縄に来たらこの曲聞こえてきたらね、戻り出したくなると思います。ぜひ聴きに来てください。東進通りの、歌詞付きのね、動画も、アップ別でしてますんで、よかったらそちらの方もチェックゆたしく。坪川駅でした。じゃあね。